はい、おはようございます。朝の散歩にしてます。今日は3月の16日で土曜日です。空はね、晴れてます。もう春ですよ。これは昨日の血圧は上が133、下が86。今日の朝の血圧が上が122、下が86。まあ夜が高かったですね、ちょっと。まあでもいい感じかも。やっとね、もう春っぽくなってきました。もうね、ほら暑い。もうマフラーね、やめました。暑くてもうちょうどいい感じの季節です。今日のニュースはね、これといって全くないです。ほんまね、いろいろニュースね見てたんですけど、何にもないんですよね。先日ね、買い物行こうかなと思ったんですよ。買い物行こうかなと思ってね、カバンの中の財布にいくら入ってるかっていうのを確かめたんですよ。確かめようとしたんですよ。そしたら財布がない。ないのよ。いつもねカバンの中に入れるんですけど、財布がなかったの。ほんでどっかに置き忘れたのかなと思ってちょっと探してみたんですよ、家の中を。でも僕財布なんか出さないから、まず家の中にないんじゃないかと思って、いろいろで2、3日前のことを思い出して、どんなことをしてただろうとか思い出したんですけどね、ないのよ。で一回もう車の中に探しに行ったんですよ。でパッと外から車の中見たけど、この座席に置いてるとこないのよ。もうちょっとがっかりしてたの。うわ、落としたかもしれんということで。で一応ね、財布の中にはね、お金はそんな入ってなかったと思うんですよ。まあ5000円から1万円ぐらい、なめちゃくちゃは入ってないけど、このカード類とかありますよね。クレジットカードとか銀行のカードとか、あれ僕銀行のカードは入れてないですね。クレジットカードと免許証とそれぐらいですよね。あとは店のポイントカードとかそんな感じなんで、免許証と、大事なのは免許証とクレジットカードとそんなもんなんですよ。ああもうこれクレジット止めなあかんわと思ってたんですよ。免許証もなんとかせなあかんと思ってて、でどっか の外で落としたら届いてるんじゃないかと思って、多分免許証とか入ってるんで、ほら分かりますよね。で連絡来るんじゃないかと思って期待してたんですけどね。でもうね、財布なしでね、もう買い物行くしかないわと思っ てね。ほんで車乗り込んだんですよ。そしたらね、車のね席のね隙間にね財布が落ちてたんです。ねえ、ギーちゃん、これどういうこと？そこにね財布を落としてたんですよ。多分ね、僕ねカバンのチャックをするのを忘れてたんですよ。時々あるんですよ。でチャックをしないでカバンに入れたまま歩いてたんでしょうね。そっから落ちてもう気づかなかったという。もうねこれはね、ほんで気をつけなあかんなと思ったんですよ。カバンに入れたチャックは絶対するっていう、もう癖つけとかな。もうね、
いろいろしてるときね、忘れてしまうんですよね。レジとかでお金払った後とか、なんか、いろいろやること多かったら忘れてしまうというか。僕ね、財布なんか落としたことないんですよ。この方、生まれてきてね、もう一回も財布なんか落としたことないんですけどね。いや、落とし物自体そんなしたことないんですよ。でもね、結局ね、見つかってよかったです。でも、カバンから落ちたということは、落としたということなんでね、気をつけないとと思いました。もう皆さんもね、財布落としたことあるかもしれないですけどね、ほんと、絶望しますよね。財布はね、一回ね、拾ったことはあるんですよ。一回拾って、警察に届けたことはあるんですよ。もう中身見たらね、鍵とか入ってたからね、これは家の中入れんなと思ってね、もう警察にすぐ持ってったんですよ。でもね、中身はね、お金全然入ってなかったんですよ。もう取られたアタックかもしれないですね。ねきちゃん、もうね、警察持ってきてとね、めんどくさいのよ、結構いろいろ聞かれて。あ、思い出した、僕ね、そういうと落としたことありますよね。スノーボード行った時に、チケットってぶら下げるじゃないですか。そのチケットをね、落としたんですよ。で、中にね、現金1万円入れといたんですよ。それで、その、ぶら下げるカードをしてたんですけど、それを気づいたらなかったんですよ。どっか転んでなくしたんでしょうね。で、落としてちょっと困ってたらね、1時間後ぐらいにね、放送でね、呼び出しがあったんですよ。で、取りに行ったらね、それが届いてたんですよ。このカードとカードケースが届いて、でね、その中のね、現金もね、無事だったんですよ。ちょっとそれは驚き。そんなね、出来事がありました。一応スノーボードのこの1日券と現金1万円は入ったカードケースは返ってきたんですよ。でも財布自体僕は落としたことないなと思って。まああれほんま落としたら絶望しますよ。ちゃんちゃん待ってたー、ちゃんちゃん。はい、今日のご飯ができました。今日のご飯はもち麦のご飯とこのサラダとひじきとこのヨーグルトです。ヨーグルトにはバナナとレーズンを入れました。これ絶対美味しい。こっちはね、買ったね、ひじきとレタスです。もうね、これ絶対美味しい。レーズンがね、甘いんですよ。これめちゃくちゃ美味しい。バナナとヨーグルトとレーズン、これが合うんです。ハツとキューちゃんはこたつの横にいます。ジュンちゃんはハンモックで寝てます。はい、今日はこんな感じです。